た二つ折りの携帯、十年もすればガラクタ様変わりした街並み、眺め噛み締めた当たり前は儚い、さすがになくならないと思ってた。れもこれもどんな時代も移り変わり、見る影のないあの時の人だかり、筋に評価流行とらわれぬ炎、俺は引きこもりの田舎者とこ、暇つぶしに眺めてるこの世、北から南日本の端膨らます想像、もう何が起きてもおかしくはない。当事実2020年以降、人々加速する貧乏、この島育てた都は東、輝きに集まる人たち、枯れてゆく田舎町、この島の端からどこへでも発信、高い山の家賃逃げる人たち、いつまで続くかな東京時代。突然の急成長、昭和の栄光、まだ椅子は占領する中年以上、路地の年長、もう当然の洗脳、謎の古びた制度、時は令和、終わり見えないこの国続く瞑想、平和ボケゆとり、平成さね育ち、大体が興味ない、政治家や国会、俺も俺らが幸せであればそれでいいと思うタイプだから、正直言うがほとんど諦めてんだ、気高グラグラ揺れる視線と地盤、いつかの日本人へ存分に楽しめ東京時代編、この島育てた都は東、輝きに集まる人たち、枯れてゆく田舎町。